We love Toriciti。皆さんこんにちは、本日の動画は We Love Toriciti ですね、第2話ということになるんですけども、今回はこちら屋根付きのToriciti を用意しました。この商品は、帝都産業さんというところが作っている、実は SLR、スーパーライトルーフですねという名前の、商品になってます。それをですね、我がお店のToriciti にですね付けました。そしてまずToriciti、早速Toriciti の、簡単な歴史、そしてそこに対する我々 YSP 横浜戸塚の感覚、過去の感覚を思い出して遡ってみたいと思うんですけども、まず最初に125が発表になりました。Toriciti125、あれが一番最初に出た時は正直迷走かなと思いましたね。何かこう勘違いしたのかなと、なんかわけわかんないことやりだしたなっていうような感覚で我々は正直最初は捉えました。そして現物に乗ってみたとき、Toriciti125に乗ってみたときはですね、すごくですね、あ、いいじゃんって思いました。でやっぱりそのメリットが多かった。で過去持っていた三輪のイメージを払拭するかのような商品だった。なので、やっぱりいいかなと思ったんですけども、ただですね、いくつか、どうしても仕方ないのかなという部分が残ってたのも事実です。それはですね、やっぱり若干重さがあった。ただ、そういったところがあったんですけども、今回この155が出てきたことによって、Toriciti155が出てきたことによって、まあヤマハが目指しているものが正直我々の方にはっきり見えたっていうんですかね。基本的には非常にですね、こう二輪のバイクと遜色のない走行性能、三輪だからしょうがない、三輪だから重ったるい、そういったことがもうこのバイクはなかったんですね。なのですごくいい商品、そして、もう絶対に三輪じゃないと得られないいいことがたくさんあったので、要はメリットが目立ってきてデメリットが目立たなくなっていったんですね。まだ完璧じゃない、でももうこれゴールは見えてきたなというふうに正直感じた部分があったので、このToriciti155自体はものすごく一押しの商品なんですね。で今まで、Toriciti125、155と各動画を撮ってはいたんですけども、ちょっとお休みしてましたね。でその間YSP 横浜戸塚は決してToriciti の動画を撮り終わって満足したよ、一通り揃ったからこれで終わりだねとしていたわけではないです。いろいろなことをこれで企んでました。そしてその一つがこれですね、このToriciti のルーフキット。このルーフキットはですね、すごく素晴らしい商品です。でこのルーフキットで特筆したい部分としては、商品名の通りとても軽いことです。これ今回10キロ切ってるんですね。 9.9 キロだったかな、すごい軽いです。でこの、まずフロントのスクリーン、ここの部分は実は今回ポリカーボネート製ですね。なのでやはり非常にその樹脂のもの、通常のこのスクリーン、プラスチックのスクリーンに比べてやっぱり非常に軽くてこう強い、そしてやっぱ視界もクリアで、とってもいいかなというふうに思いました。そしてこのルーフ自体もうとても軽いんですけども、今回注目したいのはこのルーフの内張りですね。ご丁寧にこれ今回内装作ってきてるんですよね、別で。そしてこの内装もそうですし、このリアの骨格、これもかなりきっちりしたものなんですけども、単体で持つとすごい軽いんですよ、このパイプ。なのでちゃんと強度が出ていて、かつ、これだけ重さを軽く抑えてきた、これはですねすごくこのルーフキットにとっては大きなメリットになってます。そしてこの屋根ついたことによってどうなのよと皆さん一番気になるところだと思うんですけども、実はですね、もう過去こういったものに乗ったことある方は知ってる部分だと思うんですけども、やっぱりねものすごい違うんですね。大きいスクリーンをバイクにつけるとかそういったのとは一線を画してます。もう全然違います。まずはやはり、絶対的な安心感があります。なんかね、囲われるっていうのは心理的に安心なんですね。そしてさらに飛び石とかの心配がないです。結構飛び石が飛んでくるの見えたりすることあると思うんですよ。で
バイクのヘルメットのシールドに当たったりして、危ないシールド閉めておいてよかったとか、そういう経験したことある方もいると思うんですけども、やっぱりですね、そういったものが飛んでくることに対しての安心感というのも当然あります。そして何よりもワンランクね、バイクの質感が上がるっていう表現がいいのか分かりませんけども、絶対的なやっぱりですね快適性というのがあるんですね。屋根にはこれはもうルーフキットにしか表せないです。で、雨が降っても全然大丈夫ということではないんです。もちろん雨が降ったらすごくあった方がいいんですよ。ただやっぱり足は濡れたりするんですよ。こう信号待ちで足をついたりとかすれば、当然ここからは足にかかりますんで、カッパなくしてほとんど濡れないという商品ではないんですけども、ただやっぱり全然違うので、すごく、このルーフキットいいんじゃないかと思うのと、さらにですね、今回注目したいのはこれトリシティにルーフキットっていうところなんですよ。で、これの良さっていうのはトリシティの魅力って、その三輪だから安定している、だから急ブレーキかけたりした時もやはりすごくバシッとまっすぐ止まってくれる、そういったところがもちろん一つの魅力ではある。そして安全性ですね。当然タイヤが2つのものに比べれば安全性は高い。でもこの155になってくると、もう二輪のものと変わらない警戒性を持っている。要するに三輪のデメリットが少ない、でも、メリットだけを享受できるものに155はなってきてるんですけど、そこに対してこのルーフキットをつけてきた、発売になったというのがですね、実は究極の喜びでですね、非常に個人的にはいいと思ってます。それは、屋根というものと三輪というのはもちろん相性がとてもいいんですね。安定感、当然不安定になりますから、それに対しての三輪での安定感があって、要は安心して使える、かつやっぱり、この三輪のホイールのオートバイを欲しいと思う方、結構その車通勤をしていたんだけどバイクに切り替えたい、コストの問題でねとか、そういう方だったりとか、やっぱりご家族の方の反対で二輪は危ないからじゃあ三輪になったとか、まあ、そういった方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、そういった人たちのニーズに合っていると思います。そしてこれまだ、ここで終わりにはしません。我々もっともっとこれ追求していろいろやっていくんですけども、すごい可能性を秘めている商品だと個人的には感じてます。で、当然リアボックスつけたいですね、これね、こうなるとね。ただ既存の商品もあるんですけども、ちょっとねいろいろ考えてます。それ以外にもこれ結構屋根が広いんですよ。こう乗った時にこのぐらいで終わっちゃうんじゃなくて、かなりスペースがある、これですね、拳2つ分以上のスペースが私の身長だと出てきます。なので、乗っててですね開放感があるし、屋根がついたバイク独特の閉塞感もないんですよ。なので、かなりこれじゃあ長距離移動したとしてもすごくいいんじゃないかと、嫌にならない、もうここまで視界も開けてますし、すごくいいです。はい、そんなこんなでこのトリシティ、ちょっと宣伝をしますと、うちのお店トリシティかなりやっていこうと思ってます。そしてこのバイクもねちょっと置いとこうと思ってます。まあ、正直今回の動画不安なことも一つだけあるんですけども、これまた最近ちょっと問題行動を多々起こしてるんですけど、このトリシティ実はメーカーのやつ勝手に改造しちゃったんですね。なので正直これ大丈夫って思ってますけども、また怒られちゃうかもしれないんですけども、ただですね、そんなリスクを犯しながらもこれしばらく置いときますんで、ぜひご興味がある方は YSP 横浜戸塚まで見に来ていただきたいのと、トリシティ125にもこれつけれます。そして125と155、我々かなり正直力入れてやっていこうと思ってます、うちのお店で。なのでトリシティにご興味がある方はですね、まあうちに来れる範囲の方はぜひ、うちのお店の方に遊びに来ていただけたらいいと思います。いろんなお話ができると思います。そして全国のトリシティを、今うずうずしている方はですね、全国の YSP 店最寄りのですねに行っていただければ、いいんじゃないかと思います。それではまた次の We Love トリシティでお会いしましょう。さよなら。はい、ここで皆さんにお願いがあります。この YouTube にはですねコメント欄というのがありますね。今回の動画の、情報をお持ちの方とか、このバイクのオーナーの方、よかったらぜひそこにですね感想などを書き込んでいただけたらすごく助かります。そしてですね
このバイクに対する疑問だとかわからないこと、まあ、同じですね、そういったことがある方ももしよかったら書き込んでみるとですね、もしかしたら誰かが答えてくれるかもしれません。ぜひコメント欄を有効にご活用お願いいたします。